こんにちは、新谷のマスクです。本日は奈良市の大和西大寺駅から東京内の 1DK マンションのご紹介をさせていただきます。広めのお部屋のお探しの、単身の方に大変おすすめなお部屋となっております。はい、まずですね、こちらのダイニングキッチンの方からですね、約 5.5 畳ほど、ございます。広々と、調理したい方とかには大変おすすめな、スペースとなっておりまして、キッチンの方ですね、こちらの方にはガスコンロ一口備え付けとなっておりまして、まな板置くスペースも十分にございます。上の方には水切り棚の方と、お茶碗とかですね、十分に置けるようになっておりますし、下の方にもですね、お鍋やフライパンも十分に収納していただけるスペースとなっております。はい、そしてですね、この辺りにですね、大きめの冷蔵庫も十分に置けるスペースがございます。はい、キッチンのスペースにですね、こういった窓がありますので、明るいお部屋となっております。玄関の方にはこちらシューズボックスですね、備え付けとなっておりますので、靴も十分に収納していただけるかと思います。次ですね、こちらの手洗いですね、こちらの方、嬉しいウォシュレット付きとなっております。上にちょっとした棚もありますので、そちらも嬉しいところですね。はい、次洗面所の方ですが、こちら入りますと、まずこちらに独立洗面台ですね、特に女性の方には喜んでいただけるところだと思います。室内洗濯機置き場ですね。はい、そしてこちらの方がバスルームになっております。給湯器のリモコンも、ございますので、すぐ温度変更もしていただけるようになっておりますね。はい、次にですね、キッチンスペースの奥に面したあたりですね、こちらの方が約6畳のスペースとなっておりますので、こちらでベッドを置いていただいたり、テレビやソファーなども十分に置けるかと思います。はい、こちらの収納スペースですね、こちらクローゼットタイプとなっておりまして、お洋服の方も十分に収納していただけるようになっております。はい、そしてですね、エアコンですね、1台備え付けとなっておりますので、夏の日快適に過ごしていただけるかと思います。はい、こちらの方はですね、バルコニーになっておりまして、こちらの方で洗濯物をしていただけるようになっております。はい、周辺の施設としましては、こちらの建物の隣にデイリーのコンビニがございますし、また奈良ファミリーも非常に近いところにございますので、はい、非常に周辺施設充実したところとなっております。まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。